はい、どうもことです。今回はですね、バンプオブチキンの、アカシアの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングです。結構シンプルな楽曲なんで、初心者の方でも練習すれば弾けるようになると思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。ちょっとセクションごとにね、全部は説明できないんですけど、ちょっと参考程度によろしくお願いします。じゃあ早速イントロの部分からやっていきます。はい、じゃあタブ札しながらゆっくり一回弾きます。はい、基本的にこれの繰り返しですね。2弦の3フレットを薬指で押さえたままペダルトーンを動かしていくパターンです。最初が人差し指で5弦の2フレットを押さえてます。で、中指で3フレットで、人差し指で3弦の2フレットを押さえてます。で、このままこの形のまま次いけます。次、4弦の開放ですね。で、最後4弦の2フレット人差し指で、右手基本的にオルタネイトで弾いて、この上下が狂わないように。結構ね、アルペジオって慣れるまで難しいんですけど、結構手癖というか覚えてしまえば結構感覚的にいけるようになるんで、何回も反復練習するのが重要です。はい、じゃあ次 B メロをゆっくり弾きます。はい。ちょっとね、聞こえづらいんで多分合ってると思うんですけど、もし間違えたらコメントで教えてください。はい。これコードで言うと、Am、B on G、最後 D ですね。はい、ここなんですけど、3弦の2フレット、中指でずっと固定して、2回目がこの2弦の開放ですね。で、最後の D がちょっと難しいんですけど、こんな感じで弾いてます。人差し指と薬指固定しながら、開放2フレット、3フレットで移動してます。これね、全部の指フルで使うんで、難しいかもしれないですけど、何回も練習すればできるようになるんで、頑張って挑戦してみてください。じゃあ最後、サビいきます。はい、こんな感じの進行です。2弦無視してパワーコードの形でも大丈夫です。パワーコードプラスオクターブ上の形ですね。ここがルートだけ5フレットに行くんで、ちょっと指開くので難しいかもしれないです。ここからマイナーが続きます。がメジャー。はい、これの繰り返しですね。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。ちょっと短いかもしれないですけど、はい。よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら覗いていってみてください。最後にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。